皆さんこんにちは、八田エミリと申します。今日は松木よここからさんとご一緒に動画撮ってます。で、今ここからファイの東京新宿3丁目店に来てます。イエーイ。で、今日はなんと5万円分も購入していいということで、5万円ってやばいよねということで、早速購入していきます。おう、松木よここから TV。 早速私が普段欲しいものから行こう。いきなり1万円です。これ薬用美白美容液、ハクのやつ最近気になってるから、早速お買い上げ。これ早速気になってるやつもあるんだけど、このザ・レチノタイムのやつがいいんだよね。このフェイスマスクもいいって聞いたので、これも買ってみようと思う。あ、これだこれだ高くない？これずっと気になってたやつ、ここからファインにあるなんてびっくり。これも絶対購入。5万円めっちゃすぐ過ぎそうなんだけど、やばい。今日はツヤ肌モテメイクをテーマにメイクしたいんだよね、後から。だからツヤ肌のベース、多分ね、最近出たこのビオレ UV アクアリッチのハイライトローション、ハイライトが出たっていうことで、これも買ってみる。めっちゃ良さそう。っていうか新宿三丁目店4階建てってすごすぎる。今1階なんだけど、ここはなんかシーズナル、今話題の商品がいっぱいあって、2階が日用品とかで、3階がメイク系で、4階はスキンケアが多めらしいです。どうしよう。ちょっと待って、これさ、なんか最近話題になってたやつ、3分で集中ケアできるフェイスマスク、これ絶対買う。ミノンのしっとりマスク、これめっちゃ大好き。すごいね、保湿されるし。これも買います。これさっき買ったレチノタイムシリーズ、私ここのねハンドクリームが結構大好きなんだよね。で、このリップクリームも気になってて、集中エイジングケアだって、なんかすごい良さそう。あ、これ最近ずっと気になってたんだよね、アリーのチーク UV ってやつ。これチークなんだけど日焼け止めがついてるんだよね。これも買ってみます。すごい、最近なんか寒暖差激しくないですか？なんか暑かったり寒かったり、だからそういう時になんか対策できるものが欲しいんだよね。これ良さそうじゃない？これビオレのさらり肌感ジュレ、あのボディにスーって塗って肌さらり快適だって、ちょっとスースーするやつみたい。これも買ってみよう、なんか良さそう。あ、そうだ、あと最近なんか最近ジムで運動とかしたりしてるんだけど、その時にめちゃくちゃ汗をかくようになったんだよね、季節が暑くなってきて。だからなんか拭きたいんだよね、いつも。これとかさ、肌感シート、化粧水成分も配合だって。これも買ってみよう。いいね、こういうのあるのいいね。これ私の好きな人気の水彩の酵素洗顔パウダー、なんか桜の限定のが出てる。何これ、桜&ピーチの香りだって、いい香りそう。これも買ってみよう。なんかこれも SNS で話題になってるの見たんだよね、金色のやつ、金の美容オイル配合だって。これも良さそうじゃない？これも買ってみよう。大丈夫かな、5万円過ぎたかも。あ、そうだ、今ちょうどあのボディーソープを切らしてるんですよ。なのでそれも買っていいですか？これね、前使ってたんだよね、このビオレ U のね、なんか生クリームみたいに出てくる結構濃密なクリームの石鹸。これほら見て、金木犀の香りが出てる今。絶対いい香りじゃん、めちゃくちゃテンション上がりそう。これも買ってみよう。ちょっと待って、入浴剤もあるじゃん。なにこれ、なにこれ、モンスターバブル、ジェット発泡だって。なんかすごいね、モンスターって書いてある。これも気になるんだけど、お休み前のこっちにしてみます。なんかすごいね、バブいろんなの出してくる。よし、これでお買い物終了。絶対5万超えてる気がする。松木ここから TV、 じゃあお願いします。私はちなみに7万円予想です。やばい、買いすぎでしょ。あら、あら、やばい、どんどん上がっていくんだけど。やばい、5万超えた。6万いってしまいました。分かってたんじゃないですか？分かってました
むしろ安かったということで、あのもう一個追加していいですか。これどうせ6万いったし一緒でしょ。お願いします。6万円うわ7万行きたかった。違います。企画が違います。すごい、こんなレシート初めて。なんと62,724円です。じゃあこれ購入品後で紹介します。マツキヨここから TV ということで購入してきました。見て、こんな机の上に出したらめちゃくちゃある。すごい。で、このメイクたちは私のビオチャンネルでツヤ肌のモテメイクの時にご紹介するので、今日はこのメイクたちはご紹介せずにその他ご紹介していきます。じゃあまず一つ目、これ白のメラノフォーカス EV 薬用美白美容液。なんかこれ最近雑誌で話題になったの見て、すごくね美白にいいらしいんだよね。わあ、見てキラキラ。初めて白の使う。乳液っぽいかな、肌なじみ良さそう。なんか保湿してくれる感じもめっちゃある。これ 4MSK っていうのと M トラネキサム酸っていう美白に強い成分2つ入ってて、ベタベタもしないし暑い夏場でも使えそうって思った。いいねこれ。次こちら、クオリティファーストダーマレーザー VC100。 3分だけで終了するフェイスマスクなんだけど、毛穴にめっちゃ良くて。わ、しかもね見てこれ、美容液めちゃくちゃ入ってんだよね。ひったひた。わー、見て見て、こんなひったひた、わかるかな。でこれいいから他のもさちょっと気になって、これはクオリティファーストのダーマレーザースーパー NMN100 っていうやつ。こっちは毛穴用なんだけど、これメイクさんが使ってたのを見てね、私もいいのかなと思って買っていました。あともう一個、これシルバーの、こっちはくすみをケアしてくれるらしいです。本当にコスパもいいし、もう名前の通りクオリティファーストって感じ。めっちゃおすすめです。次こちら購入しました、ミノンのアミノモイストプルプルしっとり肌マスク。これ私めっちゃ使ってて、勇気ひたひたってよりはなんかジェルが入ってるような感じ。これ名前の通り本当にプルプルって感じなんだよね。じゃあ次、ずっと気になってたこれ、ザ・レチノタイムプレミアムリンクルマスク。これはとにかくシワ改善に強いらしい。薬用マスクだって。薬用マスク初めてなんだけど。また違う、これ見て、これ形状が特徴的じゃない。この目の下なんか結構広めにさできてるから結構ケアできそう。でこのほっぺのところも切り込みが入ってるから、より自分の骨格に合わせてケアできそう。でなんかあのフェイスマスクの生地もすごく滑らかで、なんかガサガサしない？すっごい滑らか、ツルツル。これは1枚入りなので、ぜひあの特別なケアの時に使おうと思います。次これ購入しました、クレンジングタオル。クレンジング、拭き取りのお肌のお手入れにも使えるし、化粧落とし、マニキュア落とし、パッティング、コットンパックにも使えるらしい。うわすごい、見てロール状だ。めっちゃ使いやすそう。で切り目が入ってて、おーこういう感じだ。普通のお手拭きタオルとも違うし、なんて言うんだろう、肌に優しいしっとり感がある。なるほど、これ厚手だしめっちゃ使えそう。てか結構大容量で意外とコスパいいかもしれない。これいいね、人気のだけあるわ。じゃあ次これ、アスタリフトのホワイトジェリーアクアリスター。薬用美容液なんだけど、洗顔で使う、洗顔の後に一番最初に使う美容液なんだよね。うわすごいすごい、見て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 、プルプル。これをつけるんだよね。うわすごい、ジェリーっていうだけあって結構みずみずしい感触。うん、こんな感じで、このジェリーを崩してもなんと再生するみたい。また戻るらしい。こうやって崩してもなんか 1,2 分で戻るらしいよ。こんなくちゃくちゃにしてもまた。でこれ今発見したんだけど、こうね箱の下にさらにこういうのも入ってて、ちゃんと立てて
ここにスプーン立てることもできるし、ここに入れることもできるみたい。すごくない？これまでついてるのめっちゃ助かる。こういうのってさ、意外とないよね。で、このジェリーがね、1、2分経ったらまた元に戻るっていうらしい。え、ほんとだ。ほんとに元に戻ってる。ほら、見て。すごい。これは使うの楽しみ。じゃあ次、入浴系いきます。私普段入浴剤めっちゃ使うんですよ。気分によって結構いろんなの使ったり、色とかもね、結構自分の中で大事なんだよね。で、最近炭酸ガス系にハマってて、これ初めて見たから買ってみた。エイトザタラソユー CBD& リトリートバブルスパタブレット入浴料ディープだって。これはとにかく炭酸ミネラル風呂なんだけど、この炭酸にこう点々強調されてるじゃないですか、これ。点々。しかもこの色、私的に色がめっちゃ大事で、このライトブルーっていう色、この海っぽい色に惹かれて買いました。わー！見て！個包装だった！おしゃれ！エイトがおしゃれ。ほら、水色。これまたお風呂に入れると違うんだろうな。じゃあこの流れでこっちも行きます。これも買いました。バブのモンスターバブル。何モンスターって、めっちゃパッケージがキャッチーじゃない。これもなんかより大きいビッグタブレットでジェット発泡らしい。とにかくシュワシュワってなるみたい。温浴効果アップということです。開けてみよう。うわ、確かにでかいぞ。いつものバブよりめっちゃでかいぞ。これさ、お風呂入るの楽しみになるね。うわ、すごい。見て、なんかモンスターって感じの色味じゃない。うわ、匂いはね、ラベンダーです。めっちゃいい香り。これ他にもいろんな種類があったので、これ気に入ったらまた違うの買ってみようと思います。じゃあ次、また入浴剤買っちゃいました。見て、お米の入浴料だって。どういうこと？なんかさ、文字のフォントもめっちゃ可愛くて、タイプ。わあ、お米だと思ったら白だと思うじゃん。超オレンジ。超オレンジでした。これ他にもシカバスパウダーっていうのとビタミンバスパウダーっていうのもあるらしい。気に入ったら使ってみよう。じゃあ次、入浴続きでこのボディ石鹸買いました。ビオレユーザボディ泡金木製ポンプです。私このボディーソープをね、過去に使ったことがあって結構気に入ってたんですよ。で、金木犀の香りどんなんだろうと思って気になって買いました。生クリームみたいにキメの細かい泡がね、とにかくすごい。ほらほら、すごくない？めっちゃ生クリーム。ボディータオル使わなくてもこの手だけでずっと塗れるし、肌当たりも優しいし、滑らかに、ほんと生クリームで洗っているような感覚で、めっちゃ好き。わあ、めっちゃいい香り。これ金木犀好きな人絶対好きだと思う。じゃあ次、洗顔系買いました。ドゥルーン、水彩ビューティークリアゴールドパウダーウォッシュと、期間限定出てたビューティークリアパウダーウォッシュ桜&ピーチの香りだって。ねえ、めっちゃ可愛いんだけど。私いつも水色の定番の水彩の方をね、週に2回ぐらい普通に使ってるんだけど、最近ね、このゴールドのね、SNS でバズってたの見たんだよね。何がゴールドかって、金の美容オイルが配合されてて、ゴールドの酵素洗顔パウダーらしい。わあ、見て、わかるかな？ほら。粉がゴールドです。桜の方は、わあ、かわいい。見て、もうパッケージがさ、桜の色味。わかるかな？めっちゃかわいい。わ、すごい。見て、これめちゃくちゃ桜色。桜餅みたいな香りがする。これは春感じるな。この水彩の何がいいかって、かさばらないし、こうやってね、普通に取りやすいし、そこも私気に入ってます。水彩試したことない方もね、ぜひ試してみてほしい。めっちゃいい、これ。じゃあ次、もう暑くなってきたということで、季節の変わり目対策商品を購入しました。ドゥルーン、ビオレです。ビオレジェットボディーシート、1枚で全身優しく拭き取るスルリ肌感シート、乾燥しがちな肌にも OK ということです。私普段運動するんだけど、最近暑くて汗がすごいんだよね。その後拭き取るのをね、いつもどれがいいかなって探してるんだけど、これ良さそう。おー、うわ、すごい。思ったよりめっちゃ大きい。
これ天然コットン使用っていうことで全身顔まで優しく拭けそうだなって思った。しかも化粧水成分配合で保湿もしてくれるみたい。また運動の後使うと思います。でもう一つ気になったの、これビオレゼットボディジュレ、ボディ用のジェルローションだって。最近季節が暑くなってきて寒暖差も激しくなってきたじゃないですか。でそしたら外だと暑いけど中だと寒かったり、なんかそれで汗かいたりすると思うんだよね。けどこれをお出かけ前に一回塗ったら肌がずっとサラサラでいてくれるらしい。で片手でピュッて使えて、あ、こういう感じだ、見て見て、乳液みたいにすごい軽い、こんな感じ。寒暖差とか重ね着で汗ばむ時でもうさらりと快適に過ごせるみたい。これ絶対今の時期活躍するよね。エタノールは入ってなくて肌の乾燥を防ぐ保湿成分が入ってるみたいです。確かに今ねすごいしっとりしてるけど、そんなしっとりしすぎなくて乾いていくうちにだんだんサラサラしてきた。すごいね、これは快適に使えそう。じゃあ次日焼け止め系いきます。これずっと欲しかったんだよね、アネッサのブライトニング UV ジェル。これはラベンダー色のトーンアップしてくれる日焼け止めジェルです。わあ、ほら紫だ、ほらほら見て見て、どんどん白くなっていく、美白がすごいよ。ほら塗った方明るくトーンアップしました。やっと日焼け止めの効果もありながらトーンアップしてくれる商品に出会った。これはめっちゃ使うと思う今後。次もう一個ね、これ面白いの買った、アリーのクロノビューティーカランオ UV チーク01番です。これなんと日焼け止めなんだけどチークなんだよね。ポイントメイクの日焼け止め、すごくない？あ、見て、持ち運びしやすい小さいサイズです。私はね01番の色にしたんだけど結構なピンクだよ。これを伸ばすとほんのりピンク色になりました。SPF50 プラス PA4 プラスも入ってて、汗水にも強い、日常の擦れ摩擦にも強い、皮脂テカリにも強いし、色持ちも長時間綺麗ということで、めっちゃ使えるじゃん。今の時期汗でより落ちやすくなってくるし、マスクもまだまだ使う人も多いと思うから、メイクしながらちゃんと日焼け止めも塗りたいし、マスクしててもずっと色持ちしたいっていう方にもいいかもしれない。これは画期的ですね。そしてラストこれを買いました。ドゥルーン、ザ・レチノタイムのリンクルリップエッセンス唇用の美容液です。私レチノタイムのハンドクリームをよく使っててね、めっちゃ好きなんですよ。で美容液もなんかバズっててめっちゃいいって聞いたんだよね、なので買ってみました。集中エイジングケアでこれ一本のくすみケアらしい。ちょっと今塗ってみようかな。こういう感じの切り口です。わあ、すごい、わかる？このトロトロ感塗ってみていい？わあ、リップ美容液ってよりはリップマスクしてる感覚かも。これめっちゃ保湿してくれそう。しかも香りは天然由来のオレンジの香り。あんまりね、でも香りそんなわかんない。で、無着色パラベンフリーみたいです。一塗りでボリュームアップって書いてるだけあって結構ふっくら見える気がする。マツケここから TV ということで、今日は5万円分の購入ということだったんですけど、なんと6万円超えしちゃいました。本当に今紹介しただけでもいい商品ばっかりっていうのも分かったし、みんなも気になったものぜひチェックしてみてください。購入したメイクのものは私のチャンネルでご紹介するので、ぜひそちらもチェックしてみてください。もしこの動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。私の動画にもぜひ遊びに来てください。じゃあみんな今日も美味しいご飯食べてちゃんと寝てね、好きなことしてね。じゃあ八田絵美里でした。またねー。